はい、中年オタッキーです。前回の動画ではね、驚愕のね、新品級のジャンクカメラ、意味がわからんけど、ただ見た目が良くてもね、使えなかったら意味がないんですよね。今メンテナンスの、ね、費用どうしようかね、試案中です。節約するために買ったカメラがお金が出ていく原因になりそうで、で今回もね、またジャンクカメラなんですよ。でかいですよ。開封して参ります。はい、今回のね、ここもうサイズ見りゃ分かります。ウーロン茶のね、2リッター入りね、2リッター6本入りの箱に、入ってきてますね。かなりでかい箱ですね。よっ、ハサミ持ってくれよかった。開かねえぞ。上だけちょっとカットしてあるかな、これ。よいしょ。よ、こんな感じになっておりますね。はい、出てきましたよ。まずは上からいきましょうか。ご存知、EOS5 ですね。 EOS5 なんですけども、サブ電子ダイヤルが取れてありませんね。これ多分ね、簡単にはめてあるだけなんで簡単に取れてるんだと思いますね。他のカメラから移植したいと思いますが、バッテリーは上がっているようです。見た目は綺麗ですよ。見た目は綺麗ですね。うん、ストラップもついてますね。はい、次、キャノン A1 ですね。もちろん電池は入ってないようです。ファインダー曇ってるな。A1 はね、もう持ってるんで、まあ別にいらないっちゃいらないんですけど、ついてくるものは仕方ないですね。セットなんで。動きはめっけもんです。よっ。ミノルタ XGE ですね。あ、これもシャッター切れてますね。使えるようです。ただ XGE 持ってるんですよね。これでシルバーとブラック揃い踏みになりました。持ってるカメラが2台と。はい、次々いきますよ。
実は狙ってたのはこれです。これが動けばいいんですが、動くじゃん、最高マジで。これね、ミノルタの XD って言ってね、これずっと狙ってたんですよ。しかもめちゃくちゃ状態がいい。うわー、いい、めっちゃいい。はい、中身もめちゃくちゃ綺麗です。新品級っすねこれ。あーでも底板にはそこそこ使用感があります。あ、これ金属なんですね。あー、いいね。 XD 欲しかったんですよね。これだけで値打ちがあります、このオークション。ちなみに落札価格は5801円でした。はい、次がこれもちょっと欲しかった。はい、ペンタックスのね SPF になりますね。これ SPF 持ってなかったんですよ。これは動きますよね普通にね。ミラーアップもないようです。問題は、あ、ファインダーは汚ねえなファインダーは汚いです。取り付けの電池は切れてるようですね。うん、切れてるみたいですね。まあ、ちゃんと使えるかどうかはまだ分かりません。よっと。でね、カメラ通の方だったらおおっていうカメラが次に来ますよ。これすごいな。はい、エグザクタですね。巻き上げ角深っ。シャッターボタンはどれなんだ、これか。おっそシャッターがね走りきりません。蓋の開け方も分かりません。どうやって開けるんだこれ。これがフレーム巻き上げレバーか。いやあ、まだシャッターは走り切らないぞファインダーは綺麗です。これ一眼レフカメラなんですよ。一眼レフカメラで、多分ね、これか、いや、マジわからん。これね、多分なんですけど、シャッターを切ったらファインダーが真っ暗になるっていう類のカメラじゃないかな。で、巻き上げたらミラーが降りてくるっていう類のカメラだと思うんですけどね。レンズマウントがね、エキザクタマウントって言うんでね、これ、カメラの台数が少ない割にはレンズの供給が多くて、ツアイスのレンズがね、5000円とか6000円で買えたりするカメラなんですね。ちゃんと動けば面白いカメラです。ちゃんと動けばね。うん、初のドイツカメラということになるね。使い方がさっぱりわからん。勉強しなきゃいけないな。はい、そんなわけでね、ちょっと電池とかを入れてね、いろいろ調べてからまた動画を作ろうと思います。
はい、ね、とりあえずね、いろいろ、やってみました。今回オークションで、6台入手して、ミノルタのね、XGE はもう、ちゃんと動いたんですけど、感動品だったです。ただもう持ってるんでね、すでにもう1台持って、試写中なんで、持ってきませんでした。あとね、何だっけエグザクタか。あっちの方はね、いいカメラっていうか、面白いカメラなんですけど、シャッター膜がね、先膜も後膜もね、もう薄くなっちゃってね、完全に光が漏れてるんでね、シャッター膜を交換しなければならないんですけど、ただでさえ舶来物でね、分解の仕方がわからない上にね、その分解する時間ももともとないんで、とりあえずね、エグザクタの方は、放置ということになりますかね。でね、まあ、このカメラ、このカメラ普通にシャッター切れました。ただね、露出系が安定しません。おそらくはね、接触がね、おかしいんだと思います。これちょっと底蓋を開けてね、チャレンジしようと思います。それはまあ後ほどということになりますね。で、これはね、ミノルタの XD ですね。これもうね、前々から欲しくて狙ってたんですけど、感動品でした。もう完璧ですね。もう音もちゃんと効いてるし、露出系もぴったり合ってます。ファインダーもものすごく綺麗でね、ちょっとプツプツっとゴミがありますけどね、カビとかも何にもなくてね、これはね、そのうちね、テストで、撮影して動画に出てくると思います。で、ね、A1 ですね。A1 はね、シャッター泣いてました。泣いてましたけど、そこから注油してね、音を消してます。シャッター泣きは止まってますね。で、露出系が、1段ぐらいね、ずれてます。まあ、これはね、これ今まで持ってる A1 ですけど、僕が持ってる A1 よりは随分古い個体でした。製造番号がね、もう桁が違います。だいぶ初期の A1 だったみたいですね。もうこれはね、もうネットオークションかなんかで、売却しようと思います。その理由は何でかっつったら、もうお分かりですよね。この間落札して、入手した、新品級の F1 のメンテナンス費用を捻出するために、カメラを何台か売却しようと思って、何台かって何台で済まないよな、3万円ぐらいかかるんでね、そんな感じで売却しようと思ってます。で、目玉欲しかったんですよ、 EOS5 ね。以前 EOS55 を95年かなに買った時に、随分このカメラと悩んだんですね。で、動作は完璧でした。動作は完璧だったんですけど、もう動作は完璧だったんですけど、サブ電子ダイヤルがね、なかったじゃないですか。壊れてたんですよね。でね、はい、修理しました。サブ電子ダイヤルはね、以前ジャンクまとめての、ね、中にね、EOS109D が入ってたんですね。それから取りました。普通につきました。ただね、裏蓋をね、結構分解しなきゃいけないですね。裏蓋を分解して、これ折れた部品が残ってたんで、それを除去して、ちゃんとね、動作するようになってます。 EOS5 ね、動作品はね、結構ね、結構いい値段になるんですけど、これは売りません。欲しかったんでね。で、これ2004年の5月に、キャノンサービスでオーバーホールしてるみたいです。なんていうんですか、中にメモが残ってました。多分キャノンサービスでオーバーホールしてるんだと思います。結構いい買い物でしたね。状態いいです。このカメラもね、そのうち動画に出てくると思います。 EOS5 ね、欲しかったんでちょっと嬉しいです。はい、今回はね、結構大豊作になりました。それではね、作品投稿のコーナーに行きましょうか。トップバッターがね、ミッシェルさんか。ミッシェルさんの作品2枚。1枚目がね、隣からのお裾分け。1枚目がね、高貴な紫、字の名は知らんっていうね、タイトル。
カメラ X Pro 3 XF35mmF1.4、 2枚目がねお隣からのお裾分け、コニカ E-Matic Deluxe、 富士フィルム記録用100ということですね。これねベルビアモードで撮ったということなんですけどね、これ色鮮やかなね写真にね、その、なんですか、注目がいきますけど、それよりね、注目なのが、レンズの良さですね。これ、レンズが素晴らしく、とろけるようなボケになってますね。で、もう一枚の お隣からのお裾分け、ちょっと露出がオーバー気味ですね。コニカ E-Matic ということで、多分 E 専用機だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、ちょっと露出がずれてるような気がしますね。これ外部露出系なんで、多分服の色とかは関係ないと思うんで、ISO 感度とかで合わせたらいいんじゃないかな。ミシェルさんありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんの作品1枚、タイトルがね、廃材と空と雲と、オリンパス 35RC、富士クロームベルビア100で撮られておりますね。これね、被写体、こんな被写体でもね、晴天の日だとね、結構いい写真になるんですね。まだベルビア100っていうこともありますけどね、いい色が出ております。やっぱ晴れの日の写真っていいですね。はい、サムライジャパンさん、ありがとうございます。次がね、一都市九さんの作品2枚。タイトルが、1枚目が群生、2枚目がね、正面から、どちらもね、カメラニコン FM3A、AI ズームニッコール2885、F3.5 から 4.5、コダックゴールド200で撮っておられます。なんですけど、ちょっとね、光の状態とかが中途半端ですね。一都市さん、これもしかして浜松ですか、この背景。なんか浜松っぽく感じますが、写真的にはね、カラー写真なんで、もっとね、カラー映えするものを狙った方がいいんですけど、天気が悪いんで、もうカラー映えもクソもないんで、こういう日はね、寂しい風景をモノクロで撮ったりするのがおすすめになりますかね。はい、一都市九さんありがとうございます。次がね、テラーさんの作品ですか。タイトルが、高速バス、赤い速いって書いて高速バス。またダジャレですね。ダジャレシリーズになってきてますね。カメラがね、オリンパス OM2、レンズが F 随行オート S50mmF1.8、 フィルムが富士フィルム業務用100ということですけどね。これね、天気があれなんで狙いはいいんですけども、よくわからない写真にはなってってますね。狙いは良かったけど惜しいですね。これ外国ですか？外国っぽいですね。ペデストレインなんレインズ。ペデストレインズってどういう意味だ？プッシュボタン&ウェイトフォーシグナルオポーサイト。よくわからない。横断歩道のね、信号の押しボタンがなんかちょっと難しく書いてありますけど、狙いは良かったですけどね。もっとバスってわかりやすかったら面白かったかもしれないですね。はい、テラーさんありがとうございます。今日の作品は、もう一人、ドリームロコモーティブさん、の作品で、タイトルがね、静寂、今は時を待つということで、カメラが、パナソニックルミックス DMC-GH4、レンズがルミックス GX バリオ PZ1442 F3.5 から 5.6 ASPH パワー OIS ということでね、この写真なんですけどね、なんか仲間の人からはね、つまらない写真っていう、評価がなんか出たらしいけど、いや僕は全然これいいと思いますね。暗いね、その格納庫の中で、もうちょっとねアンダーで撮ってもいい、逆に暗くするっていうね手法で撮って、なんていうんですか、じっとしてる感を出すっていうかね、タイトルもこんなもんでいいと思いますね。まあ僕やったらもうちょっとシンプルにいくかな。ちょっとピントは来ないですけどね。これいい写真だと思いますよ。シャープネスもバッチリですね。マイクロフォーサスのね、パナソニックね、使おうと、使いたいで探してましたけど、買おうと思ってたんですけど、実はね、ルミックスのね、GH4 か、GH6 か、そのあたりを狙ってたんですけど、今回ね、F1 を落札して、メンテナンス費用がいるということで、ね、また断念ということでね、パナソニックファンの皆さんごめんなさい。そんなわけでね、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。
俺のカメラのコーナー、今日は1名様の俺のカメラで、スギちゃんさんの、俺のカメラ、俺のカメラに投稿させていただきます。カメラはキャノン F1 が2台、ニュー F1、A1、 いずれも自粛期間中にヤフオクの誘惑に負けて増えていったもので、防湿庫の中を撮影しました。ある意味やっちまったですね。光源は防湿庫に内蔵された LED 照明のみ、撮影機材はソニー Xperia 1 Mark II プラス、フォトプロ、70mm、80分の1 F2.4、ISO 1000ですということですね。F1 の1台は、ね、40年前に購入、レンズはいずれもニュー FD で 28F2.8、 2435F3.5L、50mmF1.2、 3570F2.8 から 3.5 です。いやー、なかなか豪華な構成ですね。僕は防湿庫は持ってないんですけど、いやー、これ防湿庫の明かりでね、カメラをね、見るのも、まあ、そのための明かりっていうのもあるんでしょうけどね、防湿庫って結構コレクターの方も使うんでね、いい感じで捉えておりますね。はい、スギちゃんさん、ありがとうございます。今日はね、俺のカメラは1名ということで、ちょっと待機者出ておりますけども、しばらくお待ちください。次は、やった、やっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー、今回はね、フリーマンさんの、やっちまったですね、久々やっちまったです。落とす気がなくてシャレで入札したら落ちちゃいました。映りは悪いわ、全部プラスチックで見栄えも悪い、最悪な代物なので改造用の土台にしようと考えています。ホルガですね、ホルガ、あのね、このカメラはね、トイカメラなんでそんなもんですよ。確かシャッタースピードも絞りも固定で、カラネが専門に近いような、カメラになりますよね。これでね、そのエモい写真とか狙うのもいいんでしょうけど、フィルム結構高いですよね。このフィルムが高い時代にね、120サイズのフィルムでエモい写真をね、シャレで狙うっていうのもまあ難しいものになるんでしょうけどね。はい、フリマさんね、体調が悪いということでね、大事になさってくださいね。かなり面白い動画をね、やっておられる方ですんでね、YouTube のね、フリマさんの動画もね、ぜひ、見に行ってもらえたらと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。で、次の動画なんですけど、今ちょっとここにないんですけども、多分ね、リコー35デラックスの紹介になっていくと思います。僕の持ってるリコー35は、また例の、勝高様からの提供いただいたカメラなんですけど、リコレットっていうね、レンズがついたタイプになります。一応ね、富岡工学製造のレンズでね、なかなか写りのいいレンズですんでね、こうご期待ということでね。はい、じゃあ今日の動画はここまで、最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、ぜひぜひ高評価ボタンを押してくださいね。高評価ボタンを押していただくことによって、動画がシェアされやすくなっております。まだね、コメントも暇な方はどんどんコメントいただければと思います。評価とね、コメントにね、支えられてね、私の動画、生きていっております。でね、チャンネル登録のもね、ちょっと勢いを増してきましたけど、まだまだなんでね、ぜひぜひチャンネル登録いただいたらと思います。今後もね、カメラの動画、カメラ系のね、動画を中心に、特にフィルムカメラに特化してまいりますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。